こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は10月の11日からスタート予定の全国旅行支援について動画で解説したいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter とやってますので、ぜひ合わせてチェックの方お願いします。また、自営業フリーランス向けに本も出版してますので、こちらの方も合わせて概要欄の URL から飛べるようになってますので、よろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。それでは本日は10月11日にスタート予定の全国旅行支援について動画で解説していきます。本日の内容なんですけど、このようになってますので、この順番で解説をしていきますので、よろしくお願いします。まず内容について、そして県民割との変更点について解説をします。こちらの支援、全国で対象なのかどうかと、平日や休日も対象なのか、除外期間について解説をします。そしてね、最後に平日もう一泊割というものがね、出る予定かもしれないということで、そちらの方も解説して最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、そして今回10月1日から始まるというこの全国支援旅行についてなんですけど、動画の撮影の都合上ね、9月末時点の情報になってますので、そこはご了承ください。そして GoTo トラベルは延期となってまして、もうしばらくね、 GoTo トラベルスタートするにはちょっとまだということで、県民割というものがあったんですけど、それだと地域が限定されてしまうので、今回全国に対象を広げようということで、スタートするのが全国旅行支援というものになります。そして10月の11日からスタートします。こちらの表をね、見ながら解説していきたいと思います。じゃあ一体どういうものなのかと言いますと、中身ですね、割引率は 40% になります。そして値引き上限額、これ1人1泊なんですけども、交通付きの旅行だと上限が8000円、それ以外になりますと5000円という風になります。そしてこの交通付き旅行についてなんですけど、こちらは鉄道やバスや航空がついているもの、宿泊と、まあ、交通がセットになっているものを対象として、それは上限が8000円ですよということです。そして次、クーポン券についてなんですけど、これは地域でね、使える、その旅行先で使えるクーポンなんですけど、平日だと3000円、休日だと1000円という風になります。対象は全国の一応都道府県という風になっております。これ後でね、注意点でも紹介するんですけど、参加を希望しない地域は除外になりますので、県によってはこの制度、まあ、使用しませんよっていう地域も出てくるかと思いますので、旅行先のね、県が実施しているのかしていないのかっていうのはよく調べて、旅行の方ね、計画をしてください。例えば平日2泊3日したとしますと、値引きが1万6000円になって、クーポン、地域で使えるクーポンが今回平日ですので6000円分ついてくるというイメージで言っていただければ計算しやすいかと思います。では次のスライドでね、もう少し詳細を見ていきます。全国旅行支援というものなんですけども、こちらスライドを見てほしいんですけど、実施期間についてなんですけど、2022年の10月の11日からスタートします。じゃあいつまでですかと言いますと、予定では12月下旬までとなっております。年明け以降は感染状況など状況を踏まえて判断をしていくということになっております。じゃあ今回の割引の条件なんですけど、本人書類とワクチン3回の接種済みの証明書、またはPCR 検査の陰性の証明書、こちらどちらか該当すれば対象になりますので、必ずね、旅行をね、予約する際は自分はどっちがあるのかを確認してから予約をするようにしてください。じゃあ次、県民割との比較、一体どういう点が変わるのか、スライドで表を見ながら確認したいと思います。県民割との変更点、こちらの表を参考にしてほしいんですけども、県民割の方は10月の10日までで締め切ります。そして割引率は県民割は 50% でした。今回全国旅行支援は 40% に割引率は引き下げられます。そして値引きの上限額なんですけど、これ1人1泊と考えてください。県民割の方は5000円だったところが、先ほど紹介したように交通付きの旅行の場合はですね、8000円、その他の場合は5000円という風になっています。ですので値引きの上限額は県民よりは上がったということになりますね。そして次、クーポン券についてです。県民割の場合は平日休日一緒で、クーポン券の値段は2000円でした。全国旅行支援の方は平日は3000円で、休日は1000円ですので、地域クーポンの方は平日の方はアップしてますね。ですのでクーポン券の方は平日に旅行に行く方がお得になるというわけですね。対象についてなんですけど、県民割については県内か、まあ、隣接が対象になっていたところ、全国旅行支援については全国の都道府県が対象となるということで、対象がね、広がるということになります。このように県民割と全国旅行支援についての違い、スライドで解説しました。それではね、次のスライドで全国対象とは言いつつね、除外される
るっていうケースがありますので、そちらどういうものが該当しないのかについて次のスライドで解説をします。はい、そして全国対象とはいえ除外されるものをね説明したいと思います。実施を希望しない都道府県は除外されます。全国旅行支援というものにうちの県は参加しませんよということになったら、その県は除外されますので、旅行先ね判断するときには必ず事前に調べて、対象の県なのかそうじゃないのかっていうのは調べる必要があるかと思います。そして現状況、10月の11日からスタートって言ってるんですけど、東京都の方は10月の11日からは間に合わないということでね、現段階の情報が出ています。今ね出ている最新の情報によりますと、どうやら東京都の方は10月の20日からスタートする予定というニュースが出ています。もちろんねコロナの感染状況によってまた変更があったりとか、まあうちはやっぱり除外しますとかね、変わる可能性もありますので、きちんと皆さんチェックしてから旅行はね計画を立てて旅行代理店なりにお申し込みください。そして平日と休日に今回ね少しね地域クーポン等々差をつけているんですけど、これは平日と休日の考え方についてですね、こちらになります。休日の場合は宿泊日と翌日が土日祝の場合は休日という風に見られる予定です。平日はどういうことかと言いますと、要は上記以外が平日とみなされます。そしてこちらね繁忙期は除外する予定ですよって出ています。これ繁忙期具体的にいつなのかっていうのはまだ指定がね情報がないんですけども、まあ、おそらく年末年始またはゴールデンウィーク等々こういうような繁忙期はちょっと避けて該当しないという風にする予定のようです。はい、そして今回ね子供料金も今回の件に該当するのかどうかでね、皆さんちょっと気になるところなんだと思いますけど、今のところおそらく今までの過去のやつを見ていると子供料金も対象になるんじゃないかなという風に考えられます。こちらねまたね詳細の情報をね新しく出ましたら概要欄のね URL に貼っておくようにしますので確認をしてください。またね旅行代理店でもしくはね旅行を申し込む時に確認していただければと思います。そして気をつけなきゃいけないんですけど、この除外対象外のものなんですけど、今回は交通費付き旅行っていうのがベースになりますので、例えば交通費だけ単体で購入した場合もこれは対象外になります。例えば JR の電車代だけのみ買ったっていう場合は今回のこの全国旅行支援っていうのは対象外になりますのでお気をつけください。また高速代のみというのもね対象外になりますので、こちらね全国の対象とは言いつつちょこちょこ対象外になる場合ありますので、こちら押さえておくとお得だと思います。はい、最後まとめです。こちらまだね情報がしっかり出てないんですけども、まあ、平日もう一泊割というね何か特別なものが出るんじゃないかという予想がされています。詳細は未定なんですが、これ何のためにね出そうと国は思っているかと言いますと、要は休日需要の分散のためですね。やはり土日祝日に申し込みが殺到するので、それを少しでも分散するようにということで平日もう一泊割というものが出るんじゃないかと思います。これまたねこれから詳細出ますので必ずチェックの方してください。はい、こちらですね全国旅行支援やはりねお得ですのでね使うのはいいかと思います。皆さん楽しい旅行をね久しぶりにね久しぶりに旅行行くって方多いと思いますので、楽しい旅行をしてきてください。もちろん感染対策には気をつけてお出かけをしましょう。はい、そして今回の動画の内容ね9月末現在の情報になりますので、多分このね10月11日からスタートするっていう期限前に国の方から詳細のねもう少し細かいものやこういう場合はこうですよっていうものが必ず公表されると思います。今回の動画ねそちらの方はね見て説明することできなかったんですけど、大筋はこの通りいくと思いますので、こちらの動画参考にしていただいて、もし新しい情報が出次第概要欄の URL に貼っておきますので、そちらの方でね細かいことは確認していただければと思います。割引やね地域クーポンはもう公表されていることなのでこのまま行くと思いますので、大筋が全く違うという風になることはないと思いますので、こちらの動画でしっかりとチェックして旅行をお得に行こうという方はぜひ参考にしていただければ幸いです。私の方はねオンラインサロンの方を運営しています。税理士川南のオンラインサロンということでメリットが3つあります。1つ目のメリットが質問や相談をオンライン上でいつでもすることができます。これはオンライン上に税理士を味方につけようというコンセプトで運営をしています。そして2つ目、 Zoom サロンを定期的に開催しています。サロンメンバーと Zoom 上で情報交換ができたり、まあ、私に対して直接質問や相談をする場を設けている、これが2つ目のメリットです。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。今ビジネスどういうことを考えているのかとか、まあ、要はビジネスにヒントになるような投稿を平日毎日しています。もちろんね経理や税金情報の時もありますし、また TikTok や YouTube の撮影の裏側の情報だったり、オンラインサロンのみに投げている情報ばかりになってますので、ぜひオンラインサロンの方気になるよって方は概要欄 URL から飛べるようになってますので、ぜひ参加の方お待ちしています。月額制で Facebook の非公開グループで運営をしています。はい、そして最後なんですけどチャンネル登録の方よろしくお願いします。またフリーランス向けの本出してますので、こちら Kindle 版もありますし Amazon からも購入
購入ができるようになってますので、ぜひぜひ皆さんね、あと Amazon レビューもお待ちしています。また YouTube のいいねやコメント、高評価ボタン押していただけると励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、本日の動画はね、いつも経理や税金の情報がね、ほぼなんですけど、まあたまにはということで、今回せっかく10月からスタートする全国旅行支援について解説をしてみました。本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士神々でした。それではまた。